大ファインの中書かれた曲を紹介します。大ファイン、大ファイン、ドロヌマ大ファイン。僕フォルテ、おはようございます。フォルテです。シャキン、本日はというわけでね、まず泥沼大不倫の中どういうことって思った方たくさんいると思います。僕は、まあ、クラシックのピアノとかを弾いたりとかして YouTube に動画をアップしてるものなんですけども、クラシックの皆さんが知ってるであろうあの作曲家が大不倫の末にその時に書いた美しい曲があるんです。そんな曲を今日は紹介したいなと思います。まず、その作曲家の名前は、ドゥルル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 ドビュッシー。聞いたことありますか？ドビュッシー。え？ドビュッシーって誰？そうですよね。わからない方もいると思います。ドビュッシーとは、自由な、まあ、和声って言ってね、自由で、まあ、どちらかといったらクラシックっていうのは今まで型にはめられた曲のスタイルだったんですけども、ドビュッシーはそれをもう、パイ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 捨てちゃって、自由な自分の、オリジナルな作風で印象派っていう時代の作曲家です。で、彼は今現在としてもかなり好きな方が多く、そして皆様が普段カフェとかで聴いたことあるような曲、あとは演奏会とかでもたくさんいい曲が聞かれております。そんな有名な彼なのですが、そう、どのくらい有名かというと、確実に音楽の教科書に載ってます。しかし今日喋ることは音楽の教科書では載せれません。そんな内容を掘り下げていきたいなと思います。まずどんな曲書いたのと思いますよね。皆様が聞いたことあると思う曲を聞かせていただきます。例えば、皆さん聞いたことないですか？美しいですよね。聞いたことあると思います。カフェとか、あと映画とか。みたいな感じですよ。聞いたことある人、キャッシュ、はい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 、たくさんいますよね。まあ、こんな感じの曲を書いたりとか、例えば次の曲、甘い色の髪の乙女、 CM とかでよく使われる曲です。ほら、聞いたことあったでしょ。まだか。聞いたことあった人、どうですか？
はい、聞いたことあった人。はい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 。みんなの肺が重なった時。そう。今です。はい、それは置いといて。かなりね、たくさんの方が聞いたことあったって言った方、いるんじゃないかと思いまっちょ。まあ、この曲たちが有名な、このドビュッシーなんですけども、まあね、詳しく興味持った方はもっともっと調べてください。いろんなちゃんとした歴史的な背景とか、あとは幼少期、例えばね、あんまりね、裕福な家庭ではなかったとか、まああと父、ダディ、パパが、あとなんかちょっとね、なんかいろいろあったんですよ。なんか捕まったりとか。まあそういうすべての経緯も含めて、歴史的な背景で、まあ調べてみると面白いかと思うんですけども、今日取り上げたい題材は、そうです。大不倫です。しかも泥沼。もうどのくらい泥沼かというと、あんまり言いにくいんですけども、大変なわけなんですよ。まあ、軽くお話しさせていただきます。ドビュッシーっていう方は結婚してました。パパパパーン、パパパパーンってね、結婚してたんですけども、実はね、まあ、作曲とか、やっぱ有名な方だったので、作曲の弟子がいたんですよ。へへへへい、この作曲、いいじゃないみたいな感じでね、教えてる先生でした、ドビュッシーは。で、その弟子の、お母さん弟子のお母さんとまさかの、不倫しちゃいました。そして、駆け落ちて、逃亡したのです。一緒に行こう。ダメよ、ドビュッシー。行くんだ。僕は結婚なんか知らない。行くぞ。分かったわ、ドビュッシー。みたいな感じだと想像してます。みたいな感じで、島に逃亡しました。結婚してる方がいたのに。そして、その島がめちゃくちゃ楽しかったんでしょうね。もう楽しくて楽しくて、好きな弟子のお母さんと二人っきり楽しいでしょ、そりゃ。しかも、やべ、結婚しとったの忘れとったけど、ちょっと一回忘れようかなみたいな感じで、島に行けばもう、ハッピーハッピー、喜び喜び。その時に完成された曲が、そう、喜びの島です。雰囲気。まあね、その最初だったり盛り上がるところを一緒に鑑賞していきたいなと思います。終わりました。どうでしたか皆様の感想。なんか思ったよりもなんか全然ドロドロしてないな。意外とサラサラしてるんじゃない。でもなんか最後は衝撃的な終わりだったなみたいなね、ことを思われた方たくさんいると思います。まあね、やっぱり曲っていうのは思ったよりもその伝わってくるっていうのは、その背景を知るといろんなこと考えちゃいますよね。まあみたいな感じで、このドビュッシーっていうのは泥沼大不倫の間に作った曲があったんです。もしこれが現代ならば、もう本当にもうすごいね、大ニュースになってると思いますが、まあでもその当時の時だったっていうのもあって、まあなんかドビュッシーの身内周りっていうのは結構離れていったっていう話もあります。まあ詳しくは皆様各自で調べてみてもらえたらもっともっと面白くなるのではないかなと思いました。というわけで本日はこの感じでドビュッシーの紹介を終わらさせていただきます。皆様思ったよりも、そのね、大不倫の話を僕はね結構誇張して話したのですが、それ以外にも、まあ、いろんな話がありますので調べてみて楽しんでもらえたらなと思います。まあね、また僕もいつか練習しておいて僕の喜びの島を再現してみたいなと思います。まあでもその喜びの島をやっぱ再現するためには僕もね、大不倫をしないといけないのかなと思ったりとかしたのですが、そんなことはダメでですので、ダメダメなので、それだけは頑張っていきたいなと思います。それだけは頑張っていけないやないかい。何言ってるかわからなくなった。というわけで、ここまで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、ツイッター、インスタやってますので、ぜひチェックお願いいたします。それでは、ドビュッシー。見てくれてありがとね。よければグッド押してて、なんならチャンネル登録してね。マッチョマッチョマッスルボーイ、マッチョ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 。